はい、おはようございます。2013年、ね、新年一発目のダッシュマンということで、本日も去年終わりに来たんですけども、BM 森山店さんの方に来ております。今ね、ポッケに手突っ込んだ状態で喋ってますけども、相当寒いんです。ただね、中は暑いと思いますんで、どうにかね、がっちり前回の方、放送見た人いるかわかんないですけども、非放電でしっかりと出したので、今日は非放電以外の機種で行きたいなと。できればね、ガローなんつってやりたいんですけどもね、どうなんでしょうか、空いてますでしょうかね、という状況で行きたいと思いますので、新年一発目のね、ダッシュマン頑張りたいと思いますね。皆様のために景品ゲットしたいと思います。どっこいどっこい、さあ今日はね、もう打つね、決めてるんです。実はね、実戦でガローってやろうと思ったね。ちょっと選び放題なんで、どれかにしようかなと思うんですけど、まあとりあえず、一応ね、朝一広角狙いたいなと思うんで、この辺行きたいと思います。さあ台選びも終わったということでね、景品の方チェック行きたいと思います。なんとね、まあ前回狙っていたこちらをね、今日は取りたいと思います。前回ね、狙ってたんです。今日は目標を、4台あるんですけども、3台取りたいと思います。1台はね、もう地域の皆様に残しておこうかなという状況で、まあ他にもちょっとね、まあでも前回も見たら変わってないと思うんですよね。これありましたね、この司のこのなんか化粧品がね。まあでもこれちゃんとプレゼントしてるんでね、前回のとこから応募してくれれば、まあ我慢も変わらない。まあこのね、もう本当に出玉しょぼかった、こういうねやついこうか。キャンドルカレー、なんとね、ろうそくを燃やすとカレーの風味がするというね、ありません、ありませんね、ないんですけども、まあ、こういういちごミルク、もういちごミルクっていう名前がね来てるよね、ミルクっていう、そういう感じで、景品の方はそういうね、まあいろんなのあるけども、前回まあ結構取ったで、今日は自転車行きたいと思います。えいえい。はい、というわけでですね、実戦機種、スロットガローの方を打ちたいと思います。景品獲得バラエティダッシュマンスタート行きたいと思います。まあね、結構厳しい、通常じゃ厳しい台なんでね、まずは朝一の状況を見ていきたいなと。朝一はね、降格になりやすいっていうね、またあの夢だ、あるんで見てな。もういきなりちょっとね、降格っぽい動きをしてるんですけども、どうなんでしょうか。お、まあ、全弱チェリーだわな。銀河は俺が断ち切る。こっち来ねえかな、たまには。弱チェリー2連続、今ので1回上がって、そしてこれでぶち込んだと。もう超プラス思考。お、第3まで粘ったよ。あ、とりあえず1回は当てときたいな。弱い。ダダン。これ次どこ行くかが問題。どこ行くんだ。これはガロの。まだチャンスは残ってますよ。なんで今日ね、僕がこんだけ説明してるかっていうと、下手すれば何にもなく終わっちゃう可能性あるんでね、機種のことをできるだけ喋っておこうと。本当はね、適当にやりたいんだよな。いやマジ何にも起きないな、この台。あー、やっべーな、や
ッペガロなんかやるんじゃなかったよ。行ってきます。でも朝一降格っぽかったからな、ちょっと。やべ、圧倒的にやばいぞこのスピード。まあ子役確率なんていうのもね、もう全て引きですから、この台は。素直じゃないんだから。偶数と奇数でしか、ほんのちょっとでしか変わらないですからね。交際点、定性点関係ないからね。もうどうにもなりません、僕には。ただね、周りの台が子役いっぱい引いてると羨ましい。いや、厳しいな。もう全然バラエティーじゃねえよ。もうや、これね、500枚で336も回ったんですけども、処女台あるんで、降格探したいと思います。えいえい。ちょっと待って、コイン入れたら、仕込みでもなんでもない。ちょっと、見てこれ、ゼロ回転。いきなり魔界道から始まってんだけど。何これ。でもね、強気だろうと何だろうと今子役引いちゃえばいいから。カモン、カモン。これはガロの行動。ガロー、ガロー言ってたよ今。これもどうなんだ。もうちょい早かったらもっと気持ちよかったんだけどな、俺。ダメ。もう打ってやんない。だってこっちはね、まだこれスイカ引いてないから。超ポジティブスインキング。できた。これもう冗談にスイカがバシッと来ないね。どこ行くの？ It's showtime. なんで？アウルスは激痩せる。じゃあ、あれか。俺たちは最強の若い騎士なんだ。ぶっ殺せー。395M から今チャンスなんだけども、まあ弱水化から一応入ったんで多少は持てる、期待は持てるんだけども、ただね、まあそんなもんみんなもう動画できてる頃には分かってると思うけど、高額だったしあんまり意味は。そんなことより今だよ、今。左手が良かったんだね、左手が。勝手に決めたことだ。ならば守ってみせろ、カノの将軍を突く者よ。もうダメ。あー、2回引いたんだけどな。本当はこれ期待したいんだけど、さすがにない。カモン。ゴスロでもいいのかな。え、またね、スタッフから余計なね、ツッコミ入って、またブレてるって言うんだよね、俺のこと。そらブレますよ。ブレるし、グレる。うまいこと言った。もう今日そこだけ使ってもらえればそれでいいや。これ過去最速で終わっちゃったらどうしよう。
過去最速で終わったやつってどれぐらいの記録があるんだろうね。まだ1時間経ってないって言われちゃったよ。いやマジでジャグラーやろうかな。でもね結構僕ギリギリの男ですから、前回は秘宝でもうね1450枚使ってますからね。平定君がラスト10分前の男だったら俺はラスト50枚の男で無理。新コーナーをね始めてもらえれば50枚しか勝負しませんっていう、まあありきたりだな。じゃあこうしよう、残りの250枚とかにマジでなっちゃった場合ジャグラでやりますわ。いや真面目にまだ1時間しか経ってないのにもうすでにね1200枚。俺全然これ設定ある可能性あるんだけど、ジャグラーでお茶を濁そうかな。ジャグラーでもね300枚あればまあ 180g ぐらいは持つんで、あもうねスタッフから提案があったんですけども、コーヒーレディを見に行こうと、もう僕はそういう時間に費やしたいと思います。マイタコだ、マイタコ俺見たことある。もう2回当たってる、一応197分の1、いったろ頼むぜお前。もう武道数えるとかそういうねわけわかんないことはしませんから。もうここしか見てない。ただね僕ジャグラーはねやっぱりねこのリールが回転し始める時のあのこ先ペカが好きなんだよね。この先にもう押しちゃいそう、光っちゃったみたいなのがいいんだけどね。でもねでも今頃スタッフは喜んでるんだよね、このもうあのこの人もう終わるよ撮影みたいな感じで、そういう目で見てるんだみんな。はいほらもう喜んでる。ダッシュマン始まっていないの最速終了ね。もう本当にダッシュマン早い方のダッシュね。あ、ここキュインキュインジャグラーだ。隠して打つとか全然無駄だった。キュ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 毎回言うたろうもん。キュ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 ガチで最後の50枚いきたいと思います。最後のね50枚勝負、ここで奇跡を起こせるのかどうか。もう企画趣旨が違うっていうね、やらせ編集全くありません。なぜなら騎馬チャンス1回しか引いてませんから。やばい、ブドウも来ないよ。来ました。ガチでカット、これ編集なしだから。もう先ペカもうねそれちゃうから僕。タッタラッタラッタッタッタまだ終わってないよ。よかったよかった。まあどっちにしても崖っぷちには変わりないんで、さあコーヒーでも飲もうかな。最大の僕の見せ場ダッシュマン高木マックスといえばねもう女性ということでね。ジャグレンジャグレン、これ今俺の音っていうことをしようよ。今いいタイミングだった。ダメ？ババーンってやりたかったんだけど、今いいタイミングになったね。周りの台、あ来たよ来たよ。
会いに来てくれたのかと思ったら違った、コーヒーだった。これ出たらあのデート券とか、デート券とかもらえるんでしょ。振られたよ。頑張ります。ダメだ、みんなの失笑が聞こえてくる、失笑が。あった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 、言ってたやつだね、リールと一緒に光るやつ。もうおっしゃいましたよ、僕諦めてたんで。やっちゃったね。おらほら、150件までにね、ジャグレーするって言ったでしょ。言ってなかったね。よっしゃよっしゃ、尺だけ稼いでますよ、尺だけこう。取れ高十分 OK。 ほら来た、全部先告知。もうほら17ゲーム、17だね、これ JK だね。カモン！ JK で負け！次ビッグ当たったら全部持ってカロン行きます。はい、来ねえな。はい、というわけで、ダッシュマン最速終了おめでとうございます。もうね、素晴らしい、僕のね、もう速さ、これぞダッシュで終わるというね、ダッシュマンという形だったんですけども、まあ勝てない、おかしいな。でもね、ジャグラーはまあ面白い映画撮れたんじゃないかななんてね思うんですけども、まあとにかく、まあダイジェストで見ていただければ分かると思うんですけども、まあどうにもならなかったです。まあこれがリアルということでね、やっていきたいと思いますので。ただね、やっぱりね、でもね、おかしいな、ガロずっと言ってきやがったな、男らしく。で、もうあの1時間で終わっちゃったこの人みたいな、そんな感じでもよかったのかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。なんかこうやってほしいこととかあったらね、あのピーマートの方にもう一生懸命あの抗議のメールでも送っていただければいいかなと思います。もう本当にね、でもね、もう反省することはいっぱいあるんだよ、もう最初からね、という、まあ、そんな状況なんですけども、終わりたいと思います。さよなら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 。